はいどうも、いつもご視聴いただきありがとうございます、サックス奏者だった黒田です。だったというのは最近フルート吹いているので、サックスだけじゃないんですけども、今日はこのフルートで悩み事があって、でちょっとねビデオでも作ってみようかなと思ってやってみた次第です。で今日何がしたいかというと、フルートのマイキングで、結論から行くとやっぱりスタンドマイクですね。スタンドマイクを使って撮る方がやっぱりその自由度が大きいっていうのはあるんですよ。でマイクと楽器との距離とか角度ですね、これは適宜変えられるっていうのがやっぱ強みで、でやっぱりそういうふうにやりたい気持ちはあるんですけども、やっぱり現場によってはそのゴッパチのマイク、そのスタジオなり、ライブハウスなりのマイクを、独り占めするという形になりますので、回線に余裕がない場合とか、あと対バンイベントだったりとか、結構大変だったりするんですね。であと現場でうろうろ動かないといけない場合っていうのがありまして、例えばジャムセッションであったりとか、ことになってくると結構難しかったりするんで、コンデンサーのマイクを、買ってます。で、こういうタイプですね、こうフルートにくくりつけるタイプのこういったマイクなんですけども、どういうふうに場所を、つければいいかっていうのですごい悩んだので、これをちょっと動画にしてみようと思います。で、こちらの製品ですけど、オーディオテクニカの ATM350W で、管楽器奏者の人でよく見かけるのは、オーディオテクニカの、35 Pro っていうのもねよく使われてると思います。でそれよりは一つランクが上のものにはなります。で、これグースネックタイプで、ここにバンドがこう取り付けてこうやって使うものですが、どういう角度でどこにつければ一番いいでしょうかねというのが、やっぱり課題になってきます。ちょっとねいろいろ実験してみようと思いますので、やってみようと思います。でうまく取れるかどうかなんですけど、今マイクをアンプの方に近づけました。割れなきゃいいんですけどね。でちょっと弦上げて、やっぱりこの風の音がちょっと入ってくるのが嫌なんですよね。なのでちょっとこうずらしたところにつけたいっていうのと、あとびっくりしたのはメーカーのページにこう向きつけろって書いてあるんですよ。こうやってつけなさい。こうかな。オーディオテクニカのサイトに行くとこういう写真が載ってるんですよ。こっち向けつけなさいって。これ拾わないと思うんですよね。拾わないことはないだろうけど、カタカタ音の方がすごい気になっちゃう。ではなくて、多分こっち向けが正解だと思うんですよ。で、
ですよね。で、音がよく拾えるところで、しかも息のノイズですね、あの空気のザザザザっていう音を拾わない場所っていうのを探したい。で、あと僕は今まで結構フルートに近づけてこうかな、こういう感じで撮ってたんですよ。で、あのサルベイさんね、あの動画をよく拝見するんですけど、サルベさんのマイキングが大体こんな感じだと思うんですよ。でメーカーのサイトに行くとちょっとね持ち上げてあるんですよ。こんな感じかな、こうなってるんですよ、ね、顔に当たりそうになるのでちょっとだけ向こう側に倒します。自分で後で見てみないとよくわからないんですけど、あんまり笛に近づけるよりはちょっと離した方がいいのかもしれないなと。で、笛を真上にしましょうか。何度ぐらい？こんな感じ。歌口が今僕今まっすぐつけてるので、歌口の上がこんな感じ。このぐらいの角度で今つけてます。でね、実験でもうちょっとこっちに倒すとどうなの？笛の横ですね。これ横とはちょっと行き過ぎか。このぐらい。笛の向こう側にマイクつけるとどうなるかやってみます。いまいち音入ってない感じしますよね。じゃあそのままちょっと前の方にやってみましょう。笛の横もうちょっとこうかな。笛の真横で、で位置はこのチムニーのライザーの向こう側。これだと風がポップするような気がするんだけど、ちょっと音域によっては風入りますね。やっぱりちょっとこのこうしたらいいな。ここよりはわずかにこっちの方がいいような気がします。じゃあ歌口の、まあ、横につけてますけど、立てたらどうなの？こう、この角度でちょっとやってみたいと思います。顔に当たるの。なので顔に当たるからこれは無理ですね。顔に当たらないようにっていうことになるとやっぱこうですかね。
度ぐらいでしょうかね、これね。で、マウスピース、このリッププレートの端にかかる感じに今はなっています。ちょっと視界にマイクが入ってくるのでやりにくいですけどね。ちなみに今吹いてるのはフルートダモーレなのでコンサートフルートではありません。でコンサートフルートでこの継ぎ目のここのところね、頭部管と胴体の継ぎ目のところにこのバンドを当てると間違いなくマウスピースのここにマイクが来てしまいますので、もう際のところ、コンサートフルートの場合はもうこの辺にベルト巻かないとこの位置に来ないと思います。で、これだとちょっと視界に入って鬱陶しいので、やっぱりもうちょっと倒したい気分ですね。このくらいでどうでしょうか。もうちょっとか。これ30度ぐらいでしょうかね、これね。下側ってどうなんでしょうね。この歌口の真下かな、もうちょっとこうかな、真下にマイクが来る、こういう感じですよね。するんですけど、これ動画で見たらどうなんでしょうね。ただやっぱりちょっとおかしい気がするな。やっぱりこのくらいがベストなんでしょうかね。穴がちょっとフルートを真上に向けた時に、さっきこのくらいだったかな、このくらいの角度、もうちょっとかな、このくらいの角度かな、フルートはちょっとこっちで、フルート真上に向けた時に大体このくらいの角度になってて、で歌口のちょっとだけこっちについてる感じで、視界にあんまり入らない感じ。
目の下の方にちょっとマイクが見えてる感じ。試してみましたが、こっちも開けましょうか。はい。いろいろ試してはみましたけども、多分このくらいがいいんじゃないかなって今スタジオの中ではそう思ってます。まあフルートをこういうふうに向けたときに、だいたい時計でいうと2時ぐらいですかね、これはね。の角度で、でこっち見たときに、やっぱりこのリッププレートの真ん中のここにマイクが立たないようにちょっとずらしてこう置いてます。でちょっと起こして歌口、あ、これ試してみましょうね。こうあんまり変わらないかもしれないけど、これだとフルートのに対して直角にこう当たってますよね。これちょっと試します。それと、今度はこの歌口に対してこうしましょうか、はい、歌口に対してマイクがこういう感じ。ということはもうちょっとこうかな。こうね、距離はちょっとあるんだけど、でもまっすぐこう歌口を向いてる場合、これはどうなるのか、ちょっとやってみましょう。あ、邪魔だな。あんまり良くない気がしますね。あんまり拾ってないでしょ。こうするのがいいのかな。ちょっと極端な例もやってみましょう。こうもうフルートについちゃってます。大きく入ってくる気がしますね。やっぱりちょっと浮かした方が良さそう。じゃあやっぱりこうですかね。直角に入る感じがいいのかもしれません。フルートをこうしたときに2時ぐらいで、歌口の際にかかる感じで
フルート本体とは直角になる感じ、直角になる感じが、なんか一番良かった気がします。またちょっとビデオを見てみて違うかもしれませんけど、でこうしてあげるとあんまり視界にも入らない。感じがいいんじゃないかな。もう一回言いますね。フルートを真上に向けたと仮定しまして、まあ、歌口かな、歌口を真上に向けて、ね、マウスピースが真上を向いたと仮定しまして、まあ2時ぐらいって言ったらこんなもんかな、2時ぐらいでこうして、ライザーじゃない、そのリッププレートの端っこに直角で立つ感じ、マイクのこの向きも直角がいい感じだと思います。なので、ちょっとこれでしばらくやってみようと思います。またね、あの気づいたことがあったら随時レポートしていこうと思います。というわけで今日はね、本当に自由研究なんですけど、フルートのマイクは、まあ、こういうタイプね、こういうタイプのマイクはどうやってつけるのが一番いいのかなというのを試してみました。またちょっと動画見てね、もっとこういう方がいいですよとか、こういうふうに僕やってますよとか、いうのがあったらね、教えていただければ、非常に嬉しいです。今日はね、こんな動画ですいません、いろいろ実験をして遊んでみました。というわけで、また次の動画を楽しみにお待ちください。では、もし、動画の方気に入っていただけましたら、チャンネル登録、そして高評価の方お願いしたいと思います。ありがとうございました。